さあ、お昼ご飯の時間です。3分クッキングやってまいりました。さあ、お腹すいたんでご飯食べましょう。今日はおうどんです。これは桜川市の山帽子さんっていうところで食べたんだけど、食べきれずにお持ち帰りしたうどんです。すっごい太いうどんでめちゃめちゃ食べ応えあるんですね。さあ、これを今日3分クッキングいきましょう。うどんはもう食べられる状態です。さあ、それにどうしようかな。この間買ってきた、かばさん市場で買ってきた枝の卵をトッピングしちゃおう。さあ、トッピングしたら次はどうしようかな。次、納豆をトッピング。さあ、お腹すいた。お昼ご飯の3分クッキング、3分でできるか。あ、時間計ってないけど、まあそれよしとしましょう。さあ、納豆を投入。茨城といえば納豆かな、やっぱりそういうイメージありますよね。さあ、おうどんに納豆を投入しました。さあ、次はどうしようかな。次、ネギいきましょうか。ネギを投入。ネギは面倒なんでハサミで切ってしまいましょう。これ便利です。スノーピークのナイフとハサミが一体になったやつですね。めちゃめちゃ便利。これがあるとハサミもできるし、ナイフもできる。めちゃんこ便利。こんなもんかな。もっと入れる？ざっくりいっちゃいましょう。さあ、ネギ投入。さあ、ネギは入りました。じゃあ次どうしようかな。あ、じゃあ次きゅうりいきましょうか。きゅうりと、そうだ、これいただいたきゅうりとトマトも持ってきました。じゃあ、いただいたきゅうり端っこだけ切っときましょうかね。端っこだけいただいたきゅうり投入。じゃあ、トマトも投入。トマトもいきましょう。よし、できた。あと、おつゆですね。おつゆは事前に用意してある。めんつゆドーン。あ、薄めてなかったですね。薄めるためにちょっとお水を投入しましょう。後からでいいのかな。まあよしとしましょう。おつゆを希釈するためにお水を投入。蓋が閉まらない。よし、さあ、完成です。お外マンのお昼ご飯、なんだろう、納豆うどん卵きゅうりトマト。さあ、めっちゃ簡単にできました。ちょっとこれは混ぜられません。どうすればいいんだろう、これ。あ、トマトだ。いただきましょう。これつゆもちょっとまだ攪拌できておりません。さあ、どうでしょう。見た目はすごいことになっておりますが、いただきます。うん、おつゆがついてない。この山帽子さんのうどんは毎日30食限定だそうです。1日90分踏んでこの形にしてるって言ってましたね。食べきれなかったらお持ち帰りできます。1人前 650g って言ってたかな、確か。うどんすごい量です。これも相当重いです。ずっしりきてます。うん、うどんですね。ちょっとお水を入れすぎたようです。味が薄い感じになっております。
めっちゃ太いでしょ、これ。好き嫌いがはっきり分かれるかもしれないですね。細いのが好きな方と太いのが好きな方と。さあ、もうトマトはただ乗ってるだけ。ここ桜川市はフルーツトマトも結構有名で、今ちょうど時期なのかな、終わりなのかな、もうそろそろ。すごい甘いトマト売ってます。うん、これはあえてうどんにのせなくてもよかった。食べてます。大変なことになっています。さあ、短いお昼の休憩時間でも作れる3分うどん、皆さんもどうでしょう。うん、キュウリもいただきます。もうこれはキャンプ飯というより適当飯、男の一人暮らしの適当飯って感じでしょうか。もううどんも落ちてるし、キャンプ道具はこういう時にすぐ出せてすぐ使えるし、片付けも簡単なんですね。さあ、男のキャンプ飯、3分クッキング終了。さあ、食べようっと。じゃあね、またね。